メストはアメリカのシカゴ出身の4人組ポップパンクバンド。1995年にロバと3兄弟を中心に結成された。デビュー当時、先鋭的なポップパンクサウンドでグッド・シャーロットらと共に一時代を築く。また、本国、アメリカのみならず、日本でも非常に知名度が高いバンドとして有名である。2006年に一度解散したが、 2008年に再結成を果たす。1998年にギターを担当していたスティーブが脱退し、しばらく3人組として活動していたが、1998年にはジェルマイヤがギタリストとして加入し、再び4人組となった。2000年にデビューアルバム、Wasting Time をリリースし、2枚目となる Destination Unknown で日本デビュー、そしてシングル、 キャデラックがヒットし、13万枚のセールスを記録した。そして、アメリカよりも先に、日本でゴールドディスクを獲得した。また、サードアルバムであるメストは10万枚近いセールスを上げた。このメストの中の J-DET には、グッド・シャーロットのベンジーがゲストとして参加した。2005年に4枚目となるアルバム、フォトグラフを発表したが、2006年1月、 日本ツアーを最後に解散すると、ウェブなどで伝えられた。理由ははっきり説明されなかったが、ニック曰く別に喧嘩したわけではない。ただ、もう終わりにしようとみんなで決めたんだよ。これは自分たちにとっては、ハッピーエンドなんだということである。アルバムにゲスト参加していることからもわかるように、グッドシャーロットのマデン兄弟とは親友である。トニーが初めて、ジェレマイアと出会ったのは、 ゴールドフィンガーのライブである。メスト解散後の2007年3月25日、カリフォルニア州、スタジオシティで、トニーが殺人容疑で逮捕された。ロサンゼルス市警察によると、トニーは、ウェイン・ヒューズという男性と口論となり、ナイフで相手の胸を数回刺し、自ら通報した。ヒューズは病院に運ばれたが、すでに死亡していた。トニーも、軽傷を負っており、治療後、 本人が刺したことを認めたので逮捕された。この前日にも彼といざこざがあったが、その時は女性が通報したため収まった。この二人は通報した女性と付き合っていた元彼同士であったことが分かった。二日後の27日、事件の担当検事がトニーは完全な正当防衛であったとして不起訴と判断し、トニーを釈放した。 ロサンゼルス地区検察局によると、ヒューズは前述の女性のことで何度も、トニーと彼女に脅迫のメッセージを送っていたらしく、また当日、ヒューズが喧嘩を吹っかけてきたため離れようとすると、彼は地下が0時まで追いかけてきたあの3時となったとのことで、ある。また、このことに関して親友であるグッド・シャーロットのマデン兄弟は、あいつのために祈っている。すごく、ショックだけど、 きっと大丈夫と思っているとコメントしている。ありがとうございます。